ウィッチリーは、スウェーデン出身のブラック・エンドスラッシュ、スピードメタルバンド。ザ・ホームテッドのギタリスト、パトリック・ヤンセンが主催する、プロジェクトバンド。これまで、シャーリー・ダンジェロ、エンペラー・マグス・カリグララ、信仰のあるミュージシャンが参加。1997年にサタニックス・スローターを、解雇されたパトリック・ヤンセン、トニー・トクシン・カンプネル。 リチャード・コープス・ミッキー・ミッケ・ペッテションの4名によって結成。その後、シャーリー・ダンジェロをベーシストに迎える。ネクロポリス・レコードと契約し、ファーストアルバム、デストレスデッドをリリースしデビューする。1999年に、ファースト EP、ウィッチ・バーナーと、セカンドアルバム、デッド、ホットレディをリリースする。その後ミッケが脱退。 サードアルバム作成においては、アット・ザ・ゲイツの元、ドラマー、エイドリアン・アーランドソンが参加する予定だったが、レコーディング直前に都合が悪くなり、当時サタニック・スローターのドラマー、マーティン・アックス・アクセン・ロットが加入する。2001年にサードアルバム、シンフォニー・フォー・ザ・デビルをリリースする。その後、パトリック・ヤンセンが、ザ・ホームテッドの活動で多忙になったことなどから、 コンスタントに活動できなかったが、センチュリーメディアレコードと契約し2006年に、フォースアルバム、Don't Fear the Reaper をリリース。2010年にフィフスアルバム作成に取り掛かったが、ボーカリストの特進が脱退し、元マーダックのボーカリスト、エリック・リージョン・ハグステッドが加入する。そして同年にフィフスアルバム、ウィッチ・クリーグをリリースする。2011年になって、 リージョンが脱退し、元ダークフューネラルのエンペラーマグスカリグラが加入した。後にパトリック・ヤンセンが語ったところによると、リージョンの脱退はウィッチクリーグリリースに伴うツアーの直前にリージョンがバンドと音信不通になってしまったためであるという。後になってリージョンはボンディドスモーターサイクルクラブというバイカー団体の一員となり、 放浪の旅に出ていたことが分かったとのこと。リージョンの失踪のおため、急遽、エンペラーマグスカリグラが参加することになったという。2016年9月に、シックススアルバム、インヒズ・インファーナル・マジェスティーズ・サービスのリリース発表と、合わせて、アングス・ノルデルとクリス・バーケン賞が加入したことが、発表された。エンペラーマグスカリグラの脱退は、カリグラが、聴覚に疾患を患っており、 バンド活動を継続できなかったことが原因であった。一方で、アックスの脱退は、並行して活動するオーペスの活動が多忙であり、ウィッチリーの活動に参加できなかったためである。ウィッチャリー、ハローカリギュラ、グッドバイレギオン、ABCDE 奥の高久、地獄のメタルシンジケート、インヒズ・インファーナル・マジェスティーズ・サービス。ウィッチリー、日本、トゥルーパー・エンタテインメント。 https://www.facebook.com/.offic.ialwitchery/.fotos/.a.146720825366658。23225.111071935598214/.119206866749 8530スラッシュタイプイコールサンシアター2016年10月16日、閲覧。 h t t p s w w w f a c e b o o k c o m o f f i c i e l w i t c h e r y p h o t o s w a 3 5 1 3 9 6 0 1 8 2 3 2 4 7 0 7 8 1 8 7 1 1 1 0 7 1 9 3 5 5 9 8 2 1 4 1 1 9 2 0 6 9 6 9 7 4 9 8 4 2 スラッシュタイプイコールサンシアター2016年10月16日閲覧ありがとうございます。